こんにちは、アップアップガールズかっこかりの森崎です。さあ、6月の19日にですね、フィフスアルバムかっこかりが発売されます。イエイ。いやー、今回のあのアルバムは今まではベスト版みたいな感じでシングルで出してた曲を集めてアルバムにしましたっていう形のアルバムたちだったんですけど、今回はなんと新曲がもりもり盛りだくさんで、いや、こんなに新曲できたのいつぶりだろう、いつぶりだろう。あの、多分最初の代官山の多分単独以来だと思うんですけど、本当にありがたい。あのね、アップアップガールズって仲間がいっぱい増えてるのにもかかわらず、私たちにもたくさんの曲を作ってくださって本当にありがたいなと思いつつ、この曲たちを、いろんなねパターンの曲があるから、これを歌えるように私自身ももっと成長しようと思った、アルバムでございます。そして、このフィフスアルバムかっこ仮の中でモリティがおすすめの曲は唇はナイフです。この曲はね、この曲を聴いた時に、初めて聴いた時にびっくりしちゃって、あ、大人の女性っていう印象だったんですよ。第一印象がなんかこう、タフでクールな女でいたいとか、私は私のままでいたいのとか、そういうなんかこう強いかっこいい女がこう自分を持って戦うぞみたいな曲は今までアフガニそんななかったなと思って、今まではこう結構がむしゃらな、はい、つくばってやるぞみたいな、ドラドだけでも見てるよみたいな曲が多かったのに、こういうなんかなっぽいかっこいい女の曲をもらえるのは、まあその年齢もね、アップが重ねてきましたし、こういう曲も、アップがまだまだ続けていくにあたって歌えなきゃいけないんだなと思った曲です。あと、あのサビの、あの未来へ生きていけるとタフでクールな女でいたいは、あのもともとレコーディングするときは、あの私の歌割りじゃなかったんですけど、ディレクターさんにちょっと森さんここもやってみようよって言ってくださって、で調整してみたら、え、めっちゃいいじゃんって言ってくれて、あのありがたいことに完成版でも私の歌割りになったんですけど、まあ、そこがね難しいんですよ。まあ、キーも高いし、気持ちもタフでクールな女痛いっていう強い気持ちを込めて毎回ライブで歌っているので、そこは結構自分の挑戦ポイントだったりするんですけれども、成長していけたらいいなと思いますので、皆さん見守っていってください。唇はナイフ、ぜひ聴いてください。